でもそれがあるでしょ、なんかこう心霊スポット行って本当に心霊スポットでおかしくなったみたいな話なんか。いやそうですね。なんか翔平くんの中で結構体験談みたいなのってあるの？ちょこちょこありますよ。一番体験して怖かったのって何だ？なんすかね、一番。いやそれこそ一番ってなると、あでも結果的に怖かったは違うが、うんとね、なんだろうな、あでもシンプルに、はい、すげえ嫌だなって思ったのが、これ実家今改築して綺麗になったんですけど、改築する前の実家めちゃくちゃ怖くて、これ。ほう。自分の家なのに、うん、2階に上がれなかったんですよ、夜。え、怖くて気持ち悪くて怖じゃなくて、なんか怖かったんですよ。怖くて、すげえ怖くて、はい、で、なんか昔の家だったんで、なんですか、なんか階段の、この、まあ、1段、2段、3段だったら、こう、なんつうの、間、あれ、なんつったらいいんだろうな、こう隙間があるんですよ、段と段の間に。はい、はい、分かる分かる。ちょっと空いてるのある、はい、ある、あるあるじゃないですか。あるある。俺いまだにあれ怖いって思いすぎてて、うん、そういう風になんかなっちゃっただけなのかなって思ってるんですけど、小学校2年生ぐらいの時に兄貴、俺4人兄弟ですよ、はいはいはい、兄貴と姉貴がいるんですけど、うん、兄貴の部屋に、うん、メジャーっていう野球漫画があって、はいはいはい、メジャー読みたくて、はいはい、兄貴の部屋に夜取りに行こうと思って、はい、でも夜っつっても全然8時とかさ、うん、で家族みんなリビングに行って、うん、で兄貴トモって言うんですけど、うん、じゃあトモメジャー借りるわみたいな、だいよーっつってくれて、うん、あーいっつって、うん、で、まあ、別に電気もつければよかったんですけど、うん、バッと走ってバッて戻ってくればすぐなんで、うん、ちょっと小走りぐらいで階段トン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 って言ったら、その階段の段差と段差の間で女の人と目があったんですよ。いや、怖っ。めちゃくちゃ、でもあれは怖いって思ってたからなのかな、はい、では今になっては思うんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ当時怖くて、それ。え、どんな女？いや、まあでも、いや、まあ、多分ですけど、まあ、隙間、まあまあ、このぐらいの隙間なんで、ねね、ここら辺しか見えないですけど、でも多分あの、うん、ここの髪の毛の重たさで言ったら多分このぐらいの髪の毛なんですよ。ああ、ボリュームでいくとね、はい、はいはい、で、目見開いてるわけじゃないけど、まあ、目はちょっと大きめにこう開いてて、うん、ここがもうほんとこういう感じで、でこの上がっていく最中にちょうど同じ高さに来る瞬間あったんですよ。顔が、この目線が、うわマジ怖いわそれ。でバッシー目あって、もう階段上がるのやめてそのまんま U ターンで降りてって、うん、で母ちゃんにしがみついた記憶ありますよ。どうしたんつってお母さんも。どうしたのどうしたのそれ。でなんか言ったら怖いじゃないですかまた。そうやね、だから言えんくて、うん、でそうそうそう、そんなんがあって、うん、で余計2階上がるの怖くなった時に、ね、そのさっき言ったトモ、はいはいはい、兄貴トモの部屋がなんかすごいまた気持ち悪い時期があって、うん、押し入れ、あ違う、部屋の扉だ、はい、トモが、はい、なんか雨漏りしてるかもしれないみたいな、はい、言ってて、うん、5個上なんで、うん、当時中学生なんですよ、はい、トモ、はい、で俺がその時小学校また2、3年生ぐらいだったんですよ、はいはいはい、でなんか雨漏りしてるかもみたいな、でなんでっつって、で親父と俺とでなんかトモの部屋、トモと一緒に入ってって、はい、そしたら部屋の扉の、はい、扉がこうあったとしたらね、うん、まあ本当にこう目線の高さぐらいのところになんかシミみたいなのがじわーってあって、うん、でも雨漏りだとすれば上からじゃないですか、そうね、だから親父が、うん、雨漏りっぽくねえなみたいな、
うん、雨漏りだったら上から来るだろうって、うん、だからこっから来てるからなんだろうなっつって湿気かなんかで腐っちゃってるのかな、はいはいはい、みたいな言ってて、はいはい、で、あ、そうなのかもねみたいな、じゃあ扉取り替えた方がいいかなみたい な、 なんかそんな話をしてた記憶がなんとなくあるんですけど、うん、ある日友が自分で壁紙確かなんか貼り始めたんですよ、その扉に。勝手に？勝手に。うん。で、中学生、中学生が、うん。で、どうしたん？みたいな、うん、言ってたら、うん、いやーつって、昨日さーつって、兄いるじゃんつって、うちの長男。うんうん。うん、つって、いや兄がさーつって、俺の部屋入ってきた時に、お前何これ？ってそのシミ指さすんだけどさ。うん、なんか兄に言われて気がついたんだけど、あれ思いっきりひらがななんだよねみたいな。で、うん、シミとして、うん、俺絶対ありえないと思うんですけど、うん、俺見てないからわかんないですよ、うん、ああ、ひらがなで、うん、ねって出てきたんですって、うん、だから、うん、もうその上にもし、うん、しって出たら、ああ怖い、死刑になるからって言ってて、怖っ、言い出して、で、いやそりゃまあ怖いよねっつって、うん、そりゃ隠すわってなってたんですよ、うん、だからうちの親父っていうのがまた霊感あって、はい、本人認めないんですけどね、うん、本人認めないんですけど霊感あって、うん、うちの親父がもともと友の部屋って親父の部屋だったらしいんですけど、はいはいはい、気持ち悪いからその部屋一時物置にしてたんですって家もういてるやんなんかいてるよ。で、友が生まれた時に、うん、である程度成長した時に、じゃあこれ友博の部屋な、うん、つって渡してるらしいんですけど、はい、なんかどうやらそういう部屋だったみたいで、うん、でも確かに変なこといっぱいあって、うん、めっちゃチリン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 なんか音鳴ったりとか、鈴だと思ったんですよ、うん、うんと、チリンチリンやもんね。もうこそ、うんとね、2階って部屋3部屋あって、はい、うんと、その友の部屋があって、兄の部屋があって、あと姉貴の部屋があって、で、友の部屋と兄の部屋の壁っていうのが、うん、あの血管なのかなっていうぐらい薄かったんですよむちゃくちゃ薄かったんですよ、はい、うちの実家、はい、で、俺よく兄の部屋にパソコンがあったんで、うん、兄の部屋でなんかパソコンで遊んでたんですよ、ガキの時、はい、そしたら友の部屋からなんかチーンみたいな、なんか聞こえてきて、あ、それ翔平君も聞こえた、あ、聞こえたんすよ、うん？と思って友の部屋行ったんですよ、うん、友いなかったはずだよなと思って、うん、やっぱいなくて、うん、で、鈴の音鳴ったからなんか窓でも開いてるの、はいはい、窓とかも開いてなくて、はいはい、で、あれ？って思ってまた部屋戻って兄貴に、うん、たらまたチーンみたいになるんですよ、うん、でもまあ気にしなくていいかと思ってパソコン叩いてたら、次チリーンじゃなくてなんかシャンシャンみたいになってきて、釈上？いやもう完全にそうなんですよ、うん、だから俺そのシャンシャン聞こえた瞬間に、うん、もうすぐに当時釈上ってことは知らなかったんで、はいはいはい、最有機の音鳴ってるって、はい、これね、はい、三蔵法師の音聞こえる、はい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 、でどっから聞こえるんだろうなって気になって、うん、あ、まず兄貴の部屋をこう調べたんですけど、やっぱ兄貴の部屋なくて、はい、で、その壁の方に近づいてきて、耳こう当てて、あ、やっぱ友の部屋っぽいなと思って、で、友の部屋行くじゃないですか。だから友の部屋行ったら、友の部屋行ったで、兄貴の部屋が聞こえるんですよ、さっきの。で、壁の方に近づいてって、耳こうやってやったら、兄貴の部屋が聞こえるじゃないですか。で、あれ？と思って、もう一回兄貴の部屋行って、もう一回壁にこう、音鳴る方ってこう近づいてたら、やっぱ壁の方に行って、友の部屋なんですよ。壁の中じゃねってなって。はぁ、あ。で、怖くなって、はあ、部屋出てって、はあ、で、そしたら、それから、本当に数日もしない間に、うん、友も、うん、うちの長男の兄も、うん、2人ともなんか鈴みてえな音鳴るって始まって、うん、みんな聞こえてるやんそう、だから本当あの改築する前めちゃくちゃ変なこといっぱいあって、それ改築してからは大丈夫？改築してから本当に何もない、不思議、なんで？あ、なんで、本当に改築土地じゃないねんよね、じゃあねっていうことなんでしょうね、うん、改築する前だからその自分の家で暮らしてるとなんだろう、ま、うんと周りから見たら異常なものが自分の家の中では当たり前のことってあったりとかすると思う。はいはいはい、まあ、まあどんなことでもいいですけど、はいはい、例えば、うんと、なんすか、俺の友達の家とかで言ったらなんかすき焼きとかって生卵つけて食うじゃないですか、はいはいはい、
でも俺の友達の家って鍋やるよっつったら、うん、どんなものでも生卵つけて食うんですよ。あ、うん、で俺の友達は生まれた時からずっとそれだから、はい、鍋ってそういう風に食うもんだと思ってたんですよ。わかる、うん、みたいなもんで、はい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 、外から見たら異常だけど、はい、家では常識、常識みたいなね、みたいなので、はい、本当に家族みんなでリビングで飯食ってる時に、はい、2階からダダ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 ダンとか走る音聞こえたり、話し声聞こえるんですよ。っていう風になると親父か兄がリビングの扉パッて開けると、その左手側は階段なんですけど、うわせぇって怒鳴るんですよ、上に。で収まるんですよ。俺家ってそういうもんだと思ってた。なわけあるかい。異常です。でなんか小学校5年ぐらいの時に友達と家で遊んでる時に、はいはい、で俺自分の部屋なかったんで、はい、あの1階のリビングの隣が仏間だったんですけど、その仏間が俺の部屋って言われて、仏間でなんかファミコンしたりとか、はい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 、遊んでたら、はい、その誰もいないはずなのに上からダダダダダダーンってなるんですよ。だから友達たちが、あれ今日誰もいないってつながったって、誰もいないよ、え、じゃあなんでなるのみたいな言われて、でもこんなん別に収まるじゃんすぐって、はいはい、やっぱ兄貴とか親父なんて見てるんで、はいはい、リビングの扉開けて2階に向かってうるさいなっつったら止まるんですよ。でね、いつもこんなんだよって言ったら友達たち全員帰ったんですよ。怖いもん、怖いもん。で、あ、普通じゃない、でそこでみんなにおかしいおかしいおかしいって、家ってそういうもんじゃないみたいな。なるほど、そこで気づいたね。そうそうそう、で高校生になった時に、高校2年か3年の時に改築して、はい、そっからは本当に何もない。あ、うんと、何もないは嘘か。俺の友達はなんか怖い思いしてるやついてます。ほほほほほほほ。なんか2階と1階にトイレがあったんですけど、改築してからは、はい、2階、うんと、俺の部屋で4人ぐらいで遊んでて、2階のトイレを、うんと、友達1人使ってて、はい、で俊平って友達がいるんですけど、俊平が、あ、2階のトイレ誰々使ってんだ、じゃあ俺1階のトイレ使うわ、うん、で階段バーって降りてって、で俺部屋でもう一人の友達と喋りながらテレビ見てたんですけど、はい、だ俊平が戻ってきて第一声に、いいよって言うんですよ。うん、で、はい、うん、何が、はい、え、いや、さっきトイレノックされたけど、ほう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 、で、いや、別に俺ら行ってないよ、うん、あ、じゃああれかな、あのうちの親父、幸雄って言うんですけど、幸雄さんかなって俊平言ってた、うん、あの、幸雄さんかなっていうか、今日うち誰もいないぞっつって、うん、え？でもめっちゃしっかりノックされて、で俺それに対してあの返事したんだよっつって、うん、おいもうちょっと待ってって言ったら、返答はなかったけど階段上がっていこうと聞こえたから、うん、え、翔平か誰誰かじゃないの、うんうん、みたいな、うん、で、いや違う違うっつって、あ、じゃあ誰々トイレから戻ってきてない、あいつのいたずらかってなったんですけど、その友達は友達で飲みすぎて潰れて、もうトイレでずっとゲイしてたんで、はいはい、トイレが出てないです。うん、なるほど。だからそういうのとかは細かくなるとか、なんかでもそういう感じだったな。でもなんか全然わ悪いやつじゃなさそうよね。いや、なんかとは思うんですけどね。そうそうそう、いやだから、うん、ただそのひらがなのねーの上怖いよね。いや、そうですよね。だから俺、だからあれですよ、うんと、改築して、はい、兄貴二人家出てった後に、はい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 、はい、その尺上の音みたいな記憶残ってたんだ、うん、でそれも記憶残ってたのと、あとずっと部屋なかったから、うん、自分の部屋を贅沢に使いたいっていうのがあったからなんですけど、うん、あの親に黙って勝手に壁ぶち抜いて、うん、で一部屋にして、うん、でその友が勝手に壁紙を張り替えた扉も、もう取っ払って、はい、壁にしちゃって、うん、でしたんですけど、 今、うん、今この職業になって思うのは、うん、もったいないことしたなっていう。もしかしたらあれ剥いだらめちゃくちゃ文字出てるかもしれないなとか、ほんまやね、思うと今やったらね、だって見えへんようにしてもんね、壁紙ね。いや、そうなんですよ。だから持ってねえことしたなと思って、いやだからもうその最初のいっちゃん怖い体験ってなると、でも、うん、記憶上ではあの目バーンなあ、まあ、あってか、うん、が瞬間的には一番怖いって思いましたね、うん、あとはその過去振り返って怖えなって、うん、
思うので言ったら、それこそその中山正明先生っていうホラー漫画家の先生がいるんですけど、その中山先生の体験談を聞かせてもらって、もう僕はこの話と縁を切りたいから全部翔平くん持ってって言ってみて、で全部持ってってということですかつって、だからもう話だけじゃなくってこの出来事に関わる全てを持ってってほしいみたいな言われて、あ、まあじゃあでもとりあえず聞かせていただきますし、そういうふうに言うんでしたら全部いただきますよつって、僕が引き受けますよつって、でお話聞かせてもらったんですよ。でその話聞かせてもらった次の日にあのぶっ倒れたりだとか、めちゃくちゃ触り出てるやん、がっつり出たんですよ。ほんと1週間ぐらいの間にめっちゃいろんなことあって、倒れるわ、腕折れるわ、自転車の後輪急にぐちゃぐちゃなったりだとか、いやおかしい、もうわけわからん、急にぐちゃぐちゃおかしいって本当に自転車こいでただけなんですよ。あの札幌ファクトリーっていう、なんか商業施設があるんですけど、札幌に、その札幌ファクトリーの真横を自転車でこうやって越えてたら、日中人通りも結構あるんですよ。バラーンって言ったんですよ、後ろから。で交通事故かと思ってパッて振り返っても何もなってなく、そんだけバカでかい音鳴ったはずなのに、みんなノーリアクションでこう歩いてますし、あれなんか気のせいかって思ってチャリンコ漕ぎ直そうと思ったら漕げなくて、えって思ってチャリ降りて見たら後輪、なんでなってて、って俺も思いつつ、俺の行ってた専門学校の近くだったんですよ、卒業した、ですから、その近くの自転車屋さんの場所も分かって、久しぶりにあの親父のところに顔出してみようと思って、親父久しぶり、チャリンコさ、これ後輪取り替えてくれって言ったら、お前跳ねられたのかって言われてそんな感じでタイヤぐちゃぐちゃやってぐちゃぐちゃなんですよ、で跳ねられてないよつったら、なわけないよねみたいな、いやほんとこいただけだってつって、いやって、そんなぐちゃぐちゃになるってことは最低時速60キロで行かれてるみたいな、でもそんなないしつってタイヤ交換してもらって、とかなんかそんな変なことがバババババババ続いて、自分の意識としては何もなかったんですけど、当時スリラーナイトで仕事してたんで、スリラーのスタッフたちみんなに、いや翔平さんマジでその中山先生の話聞いたって言った日からですよ全部で、その話だけは未だにだからしないすね。だから最後にしたのが、やった方に来んねん、話した方、聞いた方じゃなくて、聞いた方じゃなくて喋った方です。で聞いた方が食らう時もある。うわ、どっちか分からんねん。めちゃくちゃこれ不思議な話で、そんなややこしい話じゃないですよ、ストーリーとして、でも、この内容を話した時に、一撃でふっとこう理解できる人と、内容が全部入ってくる人と、何回聞こうがその話を理解できなかったりとか、内容入ってこないっていう、これ2つ分かれるんですよ、で聞き手側で何か触りました、怖いこと起こりましたは理解できちゃった人です。なるほど。その話を聞いて戻ってくるね、理解できなかったね、やばっ。だから最後大コアかなんかで、喋って、なんで大会でやんねん狂ってるやろいや今だから言える、大コア本番でも言ってないですけど、今だから言える話なんですけど、あのね、めちゃくちゃたくさんの方が見てくれてたじゃないですか、チラシだろうと思ったんです。ああなるほどね、呪いの効果をね、チラシだろうっていうのと、あとはもしこれ会計で何かが起きた時に、まあ報告してくれる方々がいるだろう。そうやね、だそれは僕の番組やからね、またね、その血肉になるじゃないですか、からっていう考えでやったんですけど、それやった次の日にこっち帰ってきて、帰ってきてすぐ自転車漕いでたら、いきなり自転車のハンドル90度ギュンってなって、
ありえないじゃないですか、普通にこうチャリこいで、ない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 、いきなり本当何の段差とかでもないです、うん、曲がろうとしたわけでもない、うん、いきなりグーンってなって慣性の法則がバーン飛んでって、うん、だからちょっと俺こう自分の体より大きい服着るんで、うん、こうグーンなって慣性の法則でこう飛んだ時にさあハンドルがね裾かどっかに多分引っかかってたんですよ、自転車ごとバーン飛んでって、うんうんうん、ここから落ちて、うん、で今でもねなんかね年だなって思うようになったんですけど、その、うん、染みみたくなってその傷あんねちょっと残ってるんですよ、それも話した次の日にそんなんなったりとか、怖っ、触りある系の話はちょっとさ怖っ、嫌よね本当にきついなと思って、うん、その話だトータルで見たらその話なるほどね、ああそうやね、聞いてる限りそうやわ、はい、瞬間的なのはそのガキの声、なるほどね、ガキの声それですけど、このね、まあずっと隠し撮りしてましたけどね、はずずっとか、ずっと隠し撮りしてましたけど、だと、はい、ずっとね、いやだとしたら、だとしたら、ええ、本当に、ええ、もうちょっとスイッチ入れて喋れってたまに回すよーって言ってくれたら、だからもうあの最初からこのぐらいの声のトーンにもなりますし、いや、そうやね、いやなんかねちょっと回してみようと思って、はい、今日起に始まりますプライベート会談ノブのプライベート会談のコーナーがね、これははずいですね、だからその、ね、なんつうんですかね、なんつうんだろうな、あスイッチ入れようかスイッチ入れようかそのなんつうんですかね、これテンパってんのこれテンパってんのだからその、はい、ほらもっと上手に本当は喋れますそのステージだったりとかちゃんとカメラ回ったら、はい、本当はもっと上手に喋れるんですけど、隠し撮りってなると、はい、やっぱりそのね普段からあんなチャキチャキ喋らないんですよこんな感じでそれがそのおしゃべりだから、お疲れさー